ビールは、うん、もう男は黙って札幌これはあのアクネスティオスブランドロゴ。てかトーコレとか あのコメンテーターのあれ絶対こういつか世代交代してくるじゃないですか。絶対いつか僕が去る時来るって絶対思ってるんですよ、うん、はい、こんにちは、シトレです。今回はですねストリートスナップでございます。今回のレンジは広いよ。おこっからここまである。わかんない、それが広いのか狭い、ちょっと狭く感じるし、なんか こんぐらい166センチくらいあるレンジがまず最初はですね、実はですね私コラボをしまして、はい、YouTube コラボをしまして、まだ出てないけど、まだ出てない3月頭くらいかな、はい、やばいやばいお兄さんがいるんですよ、はい、ニキがいるんですよ、はいはいはい、ニキとコラボしてきました。ニキはねアニチューブってやつをやってるんですけども、 YouTube ですよね。そうそうそう、うん、あちなみにこれですかね、ステッカー、ステッカー、ニキのアニチューブステッカー、アニチューブ、うん、ですごいなんかね男の人の洋服のこだわりが詰まった番組で、で明智くんも結構見てるよね。はい、僕は結構見てます。そう、私も明智くんつながりで見るようになったんですけども、ついにそのニキと、はい、ニキとのコラボが実現しまして、で最後にニキはね、ご飯食べに行くんですよ、飲みに行くっていうか、はい、番組の最後に、はい、その時に撮らせてもらいました。私のチャンネルでもちょこっと出てるんですけども、あの兄貴のチャンネルで私がっつりお話しさせてもらってるので、よかったらぜひ見てみてください。お名前と職業教えてください。あ、ニキ。あ、ニキ、はい、あが、名字、はい、ニキが名前。そうですね、はい、職業はね、職業ないんですよ、俺も。ないの？職業なんで。あ、なるほどね。好きなものを伝える、その媒体がたまたま、うん、YouTube なだけで、うんうん、まあ、紙とかいろいろ変わるかもしれないんですけど、うんうん、自分がグッときたものを、はい、なんか伝えたい。伝えるのがお仕事、はい、こんなニキでございますけども、はい、まあ飲みながらでいいよ。何着てんの？これはね、春マッキンですね。春マッキン着てる。春マッキンのもうトレンチで、この肩のラインが A ラインっていうかね、こうクラシックな感じで。なるほど。めっちゃいいですよ。このイメージしてるのは、昭和のドラマでね、うん、あの傷だらけの天使って私が大好きな萩原健一さん、初見がドラマで着てたのを小学校の時に見て、うわかっこいいと思ったグルーヴが生きてますね。生きてますね。はい、生きてます。あと、あ、メガネどこの？メガネはね、富山のフォアモストっていうヴィンテージショップのオリジナル。ほえー、うん、ここら辺がほで、ほえーほえーって言います。最近私の真似するの流行ってない。いや、俺も今日からほえーだからもうあとは、あ、パンツ。90年代のリーバイスのアメリカ製の501の後染めブラックで、うん、はい、ソックスはメイドインジャパンのユクリっていうすごく快適なソックスなんですけど、でシューズはスペインのバーリックっていうコード版ですね、馬の。なるほど、綺麗な靴、まあ、こういうアメリカっぽいローファーに、うん、なんかこうブリティッシュの風が吹いて、うん、なんかブリってるみたいなブリッシュチップスあるみたいな、ね、ビールは、うん、もう男は黙って札幌好き。このビール瓶のこの何とも言えない色と、うん、ここあるじゃないですか、このちょっとオフ白っぽい感じと、はいはい、このベージュが、あー、なるほど、スタイリングしてあるわけですね。やっぱり丸くなるの星になるんですよ、まあ、あ、なるほど、尖っていこうと。ファッション好きになったきっかけ、兄貴の。やっぱ昭和の映画とかドラマですかね。それこそ高倉健さんとか松田優作さんとか、うん、萩原健一さんとか、やっぱり幸せの黄色いハンカチ小学生ぐらい見て、高倉健さんが黙ってこうやってね、刑務所から出てくるんですよ、うん、長いですよ、ここから刑務所から出てきてカツ丼ビールって頼んで、カツ丼ビールって頼んで、こうやってビールをこう、うん、刑務所に入ってたから、映画の中でですよ、うん、あーっていう、あ、かっこいいって思った時に着てたのが革ジャンだって。あ、だから映画とかドラマで入ってますね。なるほどね、なる、はい、そこからそんなファッション人生が始まったわけですね、はい、じゃあありがとうございました。じゃあにー、はい、次はですね、私よく履いてる靴あるじゃないですか、イエロー。はいはいはい、最近ハマってますよね。そう、ここ2年ぐらいですかね。そうそうそう、そこの、デザイナーさん、あやさんです。星あやさんです。意外な印象でした、見た目的に。でしょ、うん、ちょうど展示会をやってて、はい、イエローの、はい、その時だけドレッドっていうんですかね、あ、髪型になってました。そうなんですね。そう、普段からではなく、普段もうちょっとすっきりのお姉さんって感じなんだけど、うん、お話ししたら今回のテーマがなんかこう星占いとかそういうテーマだったから、はい、シャーマンですっ
って言ってました。ちょっとよくは分かんないですけど。でもちょっとなんかこう、はい、いろいろ神と対話できそうな感じな髪型ではありませんか。確かに確かに。ファッション的にはなんだろう、いろんなものがミックスしてないです。女の子っぽかったりする靴もあるし、はい、でもちょっとトリッキーなものもあるしみたいな、はい、かっこよくね、女の人はヒール履いて背筋伸ばして歩きましょうみたいなの言ってた、言ってた、言ってた、あれがかっこいい。もう全部ネタバレになってる。あ、本当だ。言わない、今の聞かなかったことにしてください。もしあやです。イエローであのデザイナー、ディレクター、代表取締役をやっております、ね、です。じゃあ早速着てるもの聞きたいんですけど、はい、サングラスがロエベです。ロエベです。ちっちゃいバッグ、ちっちゃいバッグ、オットリン。すごいこれ、何でできてるんだ。ちょっと埴輪的な、埴輪的な、そうだね、民芸品的なうん、うん、はい、もので爪と合わせて。あ、なるほどね、色合わせてあるんだ。はい、なるほど。そして、ジャケットは、ジャケットはこれはザラですね。ザラ。靴がイエローです。イエローです。イエローです。全身がこんな感じです。こんな感じです。じゃあ、あやさんがファッション好きになったきっかけは何でしょう。母親もおばあちゃんもブティックを経営していたっていうのと、うんうん、あと、みんな違くていいんだよっていうのを母親にすごく言われていたので、うん、自由にファッション楽しませていただいてます。靴のデザイナーに なろうと思ったのはなんで。なかなか東京ってセクシーな、東京というか日本ですね、うんうん、セクシーな靴っていうものがなかなか売ってなかったので、いつも海外に行って買って持ってくるしかないっていう感じだったので、うんうん、なんかこれだけやっぱり先進国、ファッション先進国の日本で東京で、うんうんうん、なんかレアなスニーカーとかは手に入るにもかかわらず、うんうん、ハイヒールってまだまだそのセクシーっていうファッションに対しての、うんうん、あんまりこうポジティブなイメージがなかなかないなとは思っていたんです。海外で昼と夜を分けたあのファッションを見て思うところがあったりして、しっかり女はハイヒール履いて背筋伸ばせて歩こうみたいな、かっこいい、はい、そういう気持ちから、あの日本にないと思うものを作ったような次第でございます。じゃあ、 ありがとうございました。じゃあ次は絶対ご飯、はい、行きましょう。お誘いさせてください。じゃあね、かわいい。はい、次はですね、場所を変えて高円寺に行ってきまして、高円寺は彼岸っていう今ね、若い子にすごく大人気の、台風の目みたいなショップがあるんだけど、はい、古着ですか。古着とセレクト、日本のブランドメインのセレクトなんだけど、はい、めちゃめちゃ面白かったよ。2人で男の子やってるんだけど、そこの1人のリーチ君っていう男の子なんだけど、めちゃめちゃ可愛いよ。顔が生まれたて、うん、生まれたてってことはないと思う。見たら皆さん分かります。あ、生まれたてだなっていう。3日くらい経ったかなくらいな。ですっごいファッション好きなのが伝わってきて、はい、で正直そのファッションのそのこなれ度、完成度っていうよりも、好きっていうパッションだけがバンって溢れてるから、それでなんかね、撮らせてもらいました。可愛いの、とにかく帽子ね、帽子を皆さん見てください、うん、名前がリーチで、彼岸という古着屋を高円寺でやってます。ここですね、はい、こんな感じのお店でーす、はい、お店でーす、お店でーす。ということで、リーチ君、はい、今日何を着ているか教えてほしいんですけども、はい、じゃあ、上から、上から、これがどっちもヴィンテージのやつで、うん、シースルーのやつやってるんですけど、そうだね、これが一応2個かぶってて、帽子オン帽子か、なんか帽子オン帽子にしてて、久々にここのモリモリしてる姿を見ました。そうなんですよ、なんかどっちかぶろうかと思ってたけど、うんうん、どっちもかぶってまえばいいやんっていう発想に至って、そうだね。全身こんな感じなんですけれども、はい、ジャケットは？ジャケットがチャールズ・ジェフリー・ラバーボーイの 23AW のジャケットになってて、うんうん、お店でも確か取り扱ってんだよね、はい、これもお店で取り扱ってるんですけど、すごいなんかシュールな世界観が広がった絵になっておりますよ。なるほど、セットアップなんですけど、今日はジャケットだけで使ってます、うんうん、これがフリルシャツ、フリルシャツ、はい、フリルシャツや、かわいい。どうしよう、あ、古着？古着ですね。これ70年代のやつで、僕が古着シャツをもうめちゃくちゃ好きで、うんうんうん、今まで70年代の古着シャツで98着持ってるんですけど、98着持ってる、はい、100着集まったらいつかなんか個展とかしたいなっていう。そうだね、見に行くよ、見に行くよ、はい、あと2着だから多分今年中に行けんじゃないかな、はい、では中の下の赤っぽいやつは、はい、これがちょっとワンピースなんですけど、ワンピースなんだ、あ、なるほど、ここからここに着てる感じだね、はい、なるほどなるほど。その上にスカートを、上に巻きスカートで、巻きスカート、これもチャールズ・ジェフリー、うんうん、ラバーボーイになってます。靴
つがこれゴルチエなんです、ね、ゴルチエなんだ、はい、かわいい、ね、この彼岸のお店っていつ始めたんだっけ。彼岸のお店自体が2年になりますね。なるほど、はい、このお店のなんかコンセプトみたいのってあるの。とにかく自分たちがもうファッション楽しめるようなお店っていうのをコンセプトにまず始めて、うんうん、最初は古着だけでスタートしたんですけど、うんうん、まあ、こういうチャールズ・ジェフリーだったりとか他のいろんなブランドさんも、うん、結構日本ブランド多い。そうですね。じゃあリチ君がお洋服好きになったきっかけって何かあるの。きっかけは高校3年生の頃に、うんうん、受験が早く終わったんで2校上の先輩に大阪出身なんですけど、うんうん、大阪のアメリカ村の古着屋に連れてってもらって、うんうん、そこがすごいなんか衝撃を受けてこんな人見たことないわみたいな感じの方がいて、うんうん、20歳の時に他の古着屋さんなんですけど、うん、アルバイトをしたりとかで、うんうん、結構そのアメリカ村で古着っていうものに育ったんで、もうこんな普通に私服なんで、だってこれで自転車乗るんでしょ。そうです、そうです。絶対どう考えても何やれみたいなんで見られるとは思うんですけど。そうだね。別にそれはあんまもう気にしたわけっていうか、まあ確か気にするもんでもないし、ね、そう思ったし自分が良ければいいし、誰か一人でもそれいいやんって共感してもらえたらそれでも嬉しいと思うし、うん、じゃあありがとうございます。じゃあねー。次はリーチ君のパートナーで龍之介君って子がいるんだけど、はい、彼を撮らせてもらいました。2人でやってるってことですね。そう、2人でやってる。全然キャラクターは違うよ、うん、はいはい、で龍之介君は龍之介君でなか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 の逸材を見つけてしまいましたよちょっと尖ってる感じがいいですよね。ねえ、ね、そこ含めて可愛くない、うん、可愛いですね。そういう人たちが次の世の中を作っていくと思うから、う、誰しもそういう時期はあって叱るべきだなって。あった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 。じゃあどうぞお名前と職業を教えてください。はい、大崎龍之介です。悲願というショップの、オーナーです。あとスタイリストをしてます。はい、で今悲願のここなんて言うんだろう、何これ。バックルーム。バックルーム、ね、まあでも本当にスタッフとかお客さんが自由に使うバーですね。酒飲んだりゲームしたりタバコ吸ったり、うん、話したり。はい、じゃあ早速なんですけども、着てるものを教えてほしいんですけど、まずこれはジャケット。ジャケットは古着で、これ悲願のやつですね、うん、でこれベースマークっていう。はいはいはい、日本のブランド。はい、そうです。スカート。スカートですね。あ、なるほど。いろんな柄の、いろんな色のスカートなのね。そうですね。これは大きいからこうなってるの、それともこういうデザインなの。これもこういう詰まってんだ。へえ。で靴が、そこはラフシモンズのラフの23位だった。なるほど、ね、はい、じゃあ全身がこんな感じ。こんな感じ。さすがにちょっと私引きにくいんですけども引けませんでした。こんな感じです。はい、はい、じゃあ龍之介くんが、ファッション好きになったきっかけは何でしょう。初めて働いたお店古着屋だったんですけど、そこで一緒に行った、うん、働いてた子がめっちゃおしゃれ。その影響で最初は知りましたね、うん、結構服を。地元高知なんで、高知なんですけど、それは。うんうんうん。はい、今、悲願すごいいろんな名前聞くと、名前聞くんだけど、悲願の強みって何だと思う。そう、人間性とか人間味だと思いますね。あとは、うちにしかできないバイング、このうちにしか売れない服ってあるんですけど、もう、デザインが強すぎたり、うん、でも、もうこういう服ってこういう感じで合わせたらめっちゃおしゃれやなって、結構本当にハイファッションやりたくて、うんうんうん、本当にファッション、若いうちにしかできないファッションとかも絶対あると思うし、服ならどんなものでも中古でも新品でも全部取り扱うっていう勢いでやってますね、うんうん、エネルギーが溢れ出て、溢れ出てると自然的なエネルギー、なんかね、話してるとそれすごい感じる、はい、なんか言いたいことがありすぎて、いくらでもあります、ファッションなんて本当そんな、僕取材したら多分めっちゃおもろいっすよてか投稿とか あのコメンテーターのあれ、絶対こういつか世代交代してくるじゃないですか。絶対いつか僕が座る時来るって絶対思ってるんですよ。くるくる来る来る。絶対に、いや絶対俺審査員席よかな、おかしい吸って吸って服の考え方とか絶対一番考えてるし一番知ってると思う。絶対、はい、なるほど。いやいやじゃあ改めて、じゃあ取材します。じゃあね。撮らせてもらった後、小1時間くらいずっと話をしてたの。あ、本当にそんなに。ずっと話して、最終的に翡翠さんファッションのこと何も分かってないって説教された。お、怒られた。お、怒られた。ああいうね、なんかね、負けん気の強いというか、こう、なんだろうな、こう食ってかかる感じが私はすごく好きでしたね。いいですよね。はい、次はこちらです。指輪を作りに行ったじゃないですか。はいはいはい、はい、アドリー・ヒューデザイナーさんの阿部さんです。すっごいちっちゃくて可愛らしい人なんだけど、はい、洋服がね飛ばしてるの、はいはいはい、毎回飛ばしてる。私すごいこういう人好きです。お、じゃあどうぞ。はい、阿部真理子です。ジュエリーデザイナーです。です。何のジュエリーでしたっけ。
アドリンヒューっていうジュエリーブランドとシャランポワっていうブランドがあります。こちらですね、こちらですね、あの私が指輪作ってもらったところです。だいたい大きい石がアドリンヒューっていうブランドの方で、うんうん、まあ、間にいろいろつけてるのがシャランポワっていうブランドで、うんうん、あとリメルリックっていうこういうちょっとこういうモダンなメタリックな感じ、はい、なるほど、つけてます。トップスはちょっと懐かしいブルーガールブルーガール懐かしいそうですよ ね、 ね、新しいやつです。このホワホワしたのか、そうなんです、かわいい、なんか後ろに、うん、あ、ブルーガールついてるおおおおで、ここの、ネックレス、あ、これあのシャランポワで藍染めしたパールのネックレスなんですよ。あ、藍シリーズのやつだ。そうなんですよ。だってあ、うん、パール藍染めする人いないよ。そうですよ ね、 ね、しかも何回もやってるんでしょう、これ50回ぐらい染めていただいてて、50回染めて毎日最近もこれ可愛いですよ。ボトムスは CFCL です。 CFCL なのにこのモハモハタイプがあるのね。モハモハタイプ、キラキラも入っててね、知らなかった、こんなのあるの。これはとっても履きやすすぎて可愛い。今シーズン履いてました。そしてこのモハモハに続くモハモハ、これもやばいです。モハモハだねイエローってわかります。わかるわかる、ね、うんうん、イエローです。イエローだ好き、好き、イエロー大好きなの私。本当ですか、本当ですか。そしてバッグは、バッグはこれアドリンヒューで、あの京都の西陣のベルベットを使わ、ソマチョウさんっていうのを使わせてもらって、うんうん、アドリンヒューでなんと作って作っております、はい、かわいい。発売するかも、かも、かもこの紐のなんか感じとかもいいね。そうなんです、紐ネイビーになってて、うんうん、生地キラキラで。服好きになったきっかけってなんかあるの？服好きになったきっかけ、でも結構幼少の頃から服をすごいたくさん持つことが好きだった、うんうん、たくさん持つことが好き、はい、違う格好を着せたいっていう感じ。小学生くらいから？小学生の時は毎日違う服を着てる子でしたね、うん、すごいねジュエリー始めたきっかけは？私もともとでも洋服業界だったよね、そうなんですよ、言ってたもんね。なんですけど会社でジュエリーブランド立ち上げに参加させてもらったところから、いつかおばあちゃんになったらジュエリーデザイナーになりたいって思ってたんで、うんうん、なんかじゃあ今だみたいな、できちゃったかもみたいな、早めにかなった。なるほど、それが今もう2ブランドもやって。そうですね、もうジュエリー以外考えられない。石とお友達みたいな感じ。石とお友達名言出ました。石は友達、友達、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねーはい、次はですね、場所を変えまして、はい、銀座に行ってきました。銀座、はい、銀座ドーバーストリートマーケットですね、はい、ちょうどアクネのポップアップをやってたんですよ、はいはいはい、に行ってきた時に撮らせてもらいました。川村涼子さんなんですけども、アクネスタジオスでホールセールをやっている女性です。ファッション的にはデニムですね、あのアクネのデニムがとにかく可愛いの。結構言ってますよね、レイさん、アクネはデニムがすごいと、うん、アクネがデニムのトレンドを牽引していると言っても過言ではないってくらい言ってるよ、うん、で今回も可愛いデニムで出たんですよ、はい、出たんですよ、はいはいはい、着てるやつですよね、着てるやつ、あれ可愛くない？可愛かったね、すごい、メンズでも欲しいと思って、そう、あのボコボコ感と、うん、あのなのにちゃんとロゴついてる感じ、はいはい、あれがいい、あれがいい、あれがいい、こちらになります。川村涼子で、涼子さん、はい、アクネスタジオスで今ホールセールを、ホールセールを、はい、日本を担当してます。なるほど。そして涼子さん今どこにいるんでしょう？今日はドーバーストリートマーケット銀座店でアクネスタジオスのポップアップが始まってるので、うん、そうなんです。で初日に来ちゃいました。いつまでやってるんだっけ？3月15まで。ピンクイシリーズが出るんですよね？あ、そうです、ピンクイシリーズが今回ドーバーストリートマーケット、うん、あ、ちょっとさんと、うんうん、コラボレーションさせてもらう上でキーカラーになっていて、今回それピンクっていうカラーで限定のアイテムをしてます。そして、まあ、薄々皆さん分かっているとは思うんですけども、今日着てるものを教えてもらってもよろしいでしょうかこれはあのアクネスタジオスブランドロゴ、すごいよね。ジャガードになってるんですけど、ジャガードのデニムでアクネって書いてあるの、すごい。そして、ボトムスは、ボトムスは同じ素材でショーツですね。ショーツで、はい、靴は、靴はアクネスタジオズのかっこいい、うんうん、知ってる知ってる、首にもなんかついてるけど、そうそうそう、こっちもアクネ、こ
こっちもアクネです。ハートの方はアクネで、ラブシリーズっていうのが出てるんですけど、ハートのこういうチームのシリーズで、面白いね。ちょっと骨みたいじゃないですか、うん、もうアクネ何でも可愛いんだけど、デニムも可愛いし小物も可愛いし、どうしてくれるのなんかついついプライベートでもね、アクネの服が増えました、うん、ファッション好きになったきっかけ聞いてもいい？なんでだろう。私親が2人とも美容師で、へえ、ちっちゃい頃からそのビダルサスのビデオとか一緒にこう見てるみたいな。それ英才教育だね。あ、そうだから親の仕事逆にすごすぎてできないと思ったんですよ自分は、うんうんうん、ファッションの方に興味が湧いた。山口なので、うんうん、出身が、うん、雑誌見て電話して通販して、うん、分かるお店に行けないからドキドキしながらなるほど。じゃあまた次会うの多分2月のアクネかもしれない、パリで。そうですね。じゃあその時にまたお会いしましょう。じゃあねー。ありがとうございます。はい、6人なんですけれども、はい、明智君誰が良かった？僕はあのイエローの、あのデザイナーさん、はい、かわいいっしょ、かっこいいっしょ。かっこいいですね。ね、うん、なんかああいう風に日本にないものをちゃんと目をつけてやるとみんなに刺さるんだなっていう、なんかね。あとあやさんすごい性格もいいからね。あ、そうなんです、ね、ものすごい丁寧だよ。あのイエローのスタッフさん全員丁寧、スタッフさんも全部めちゃめちゃ見た目ギャルなんですよ。はいはいはい、私が行った時は下半身が履いてなかった、はい履いてますか？履いてなかった。いや、履いてます。パン T シャツパンツだった。パンツ、あのショーツね。ぐらいバキバキの感じ。バキバキだったんですけども、靴履く。何で靴を持ってきてくれとか。はい。カシズックみたいな感じなの、かっこよくない？へえ。そのギャップも相まって好き。レイさんは誰が？期待は。龍之介くん。怒られたの。怒られた。怒られちゃったみたいな。勉強しますって。いや、そういうの楽しかった話してて、うん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 。皆さんはどの方が気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。